YouTuber 佐々木智也ですということで、さあ今回はですね、前回なんとね、このウォンテッドスーパーオリオンアウプリズムね、もう今や100万円以上の高額な金額で取引されているっていうこのオリオンを緊急全国に大募集して、なんとですよ、見つかっちゃいました。持ってる人がいましたよ。本社、株式会社ロッテ本社にもないんですよ。僕も一回も見たことないんですよ。都市伝説じゃないのかな、本当にこのシールあるのかというところで、持ってますっていう連絡だけじゃ信じられないですよね。っていうところで今回来てくれました、スーパーオリオンを持っているモトさんでーす。お願いします。あれ、どうしたんですか、風邪ですか。僕人体ですよ。人体ですよ。風邪かと思いましたよ。花粉症の人体です。ということで、モトさん、はい、このスーパーオリオンを持ってらっしゃるんですよね。持ってきましたよ、今日。ちょっとカメラに向けて見せてもらっていいですか。こちらになります。スーパーオリオン、青。有藤監督のシルですね。ちょっと見せて、初めて見ましたけど、やっぱ今まで写真でしか見てなかったですけど、実際めちゃくちゃ綺麗ですね。これ結構状態いいですね。めちゃくちゃ状態いいですよ。第9回夢のバトルシリーズ出場を目指して旧世界に星雲を巻き起こすスーパーオリオン、これこそまさに天上の星っていうことで、すごいっすね。すごいでしょ。まあチームは最下位でしたけどね、その時は。これあれですよね、今日持ってきてくれたってことは、はい、くれるってことですよね。あ、しょうがないですね。本当ですか。いや無理です無理です。だからちょっと冷めてください。いや本当に今くれるのかと思いますよ。これはいつ手に入れたんですか。これ川崎球場で行ってもらったとかじゃないんですか。まあ、川崎球場で、もらった人から、まあ、購入させていただいたっていうですね。すごい高かったですか。高かったです。ぶっちゃけ高かったです。今の方が高いですか。まあ今の値段じゃ買えないですね。それよりは今高くなってるんですよね。高くなってるんで、投資としては、まあまあ投資最高にいい。まあそれを売れば投資になりますけど、はい、僕これコレクションしてるんで、はい、売ることはないです。じゃあ僕が買うって言ったら、あ、それはもう相談乗りますよ。それはもう相談乗ります。いつこれ欲しいと思ったの。ずっと探したんですか。何年間か。いつだったかな。まああの噂には川崎球場でシールが配られていたと、はい、しかも数が少ないです。はい、ちょっとファンとしてはどうしても手に入れたいなと思って、まあ、虎視眈々とね、はい、あのその時を待ち構えていたら、はい、まあ、運よく守ってる方がいたので、はい、まあ、ちょっと交渉して、はい、まあ、いいだろうと。いや、その人もよく売ってくれましたよね。まあ、僕の熱意に負けたって分かりますね。はい、もうじゃあ何回もアプローチして、まあ、もう猛烈アタックですね。はい、まあ、その時はこの世の中に何枚あるかっていうのも分からなかったので、はい、やっぱり今もう目の前にあるんだったらこれがチャンスかなと。はい、しかもその方もすっごい状態よく持っていらっしゃいましたよね。そうですね、その時、その方結構枚数持ってたんですよ。はい、で、なぜかって言ったら、どうもその当時、球場に小学生をたくさん呼びたかったらしいですね。はい、だから、町内会とか、はい、商店とかでチケットをすごい配ってたんですって。はい、だから野球好きの人たちが、学校終わったとか、はい、行こうぜっつって、はい、みんなで行ったんで、はい、割と塊で持ってる人多いんですよ。じゃあその人らは何も知らないでただ行ってもらってたら、うん、何十年か経ったら100万以上になってるって。いや結構やったらしい。すごいっすよね。でもこれ9人いるんですよね。まあ、有藤監督入れて10種類ですね。はい、うん、それ10人モトさんいるんですか。選手のシールはとりあえずは持ってます。ちなみにこれ普段どうされてるんですか。神棚の上に置いて一応飾って見えるところにはあるんですか。まああんまりやっぱり見えるところにはないですけどね。ああ、こうやっぱ日光気になっちゃうので、そうですよね。まあ、しっかりと棚の中に入れてます。でもこれ持ってから今何年ぐらい経つんですか。10年以上経ってると思います。でもその当時そこから払ってみてそれを勇気いりましたか。いやー、自分の舞台からね飛び降りるように残高が一気に減ったなって一番高いのはこれですか。どうでしょうね。まだ高いのもあるんですか。欲しがる人がいればその値段以上のものは
つけられるんじゃないか。ちなみにモドさんは1段から全シールコンプリートですか。持ってないんですよ。持ってないんですか。持ってないんですよ、実は。どこ、何段ぐらいが怪しいんですか。いや、ちょこちょこ歯抜けなんですよ。でなぜかって言ったら、当初はあったんですよ、そういうシールのコミュニティがあって、まあ、交換とかするじゃないですか、その度に抜けてっちゃうんですよ。でもこれ全部コンプリートしたら、また1段から天使お守り悪魔ヘッド全部コンプリートしたら家買えますね。田舎ぐらいだったら買えるじゃないですか。いやいや、都会でも行けんじゃないですか。家行けますよ。家行けますか。はい、じゃあ設備するので家買ってください。僕も何気に結構ありますけどね。あ、じゃあちょっと具体的に。でも多分ね、僕は保存状態多分悪いんですよ。だってカンカンに入れて輪ゴムで止めてただけですからね。あ、なるほど、一番悪いパターンですね。一番悪いパターンですよ。だってこんなことなるって夢にも思わないですよね。思いませんよね。はい、本当は30年前に帰りたいですよね。そうです。そしたらもっとちゃんと保存してたんで。いや、僕も時々夢にいますもん。駄菓子屋に行って昔あったチョコレートを買うっていう夢は今でも見ますよ。ねえ、うん、そしたらもっと違う展開になってる。あと YouTube 僕のチャンネル登録してくれてるんですか。あ、しますよ。見てます。あ、ありがとうございます。なんかね、まだ見てるだけで登録してないやつがいるんですよ。あ、それダメですね。ダメですよね。あの、ただ見はダメです。登録してから見てくれないと、あの、まだ100万人までちょっと足りないんですよ。足りないですね。はい、これですら100万円以上なんですから、僕のチャンネルとも100万いきたいくらいですよ。100万コラボですね。これ100万コラボですよ。はい、だって日本なんて1億人以上いるんですよ。それの100万人ってすごい大したことないですよね。 1% 以下ですもん。スーパーオリオンが世の中にある確率の方が低いかも分かんないですけど。あ、そうかもしれないですね。はい、まあ、そんなスーパーオリオンがある中で、まあ、今回はですね、このスーパーオリオンをサウザキにいただけるっていうことで、なんかシーってなってますけど。あげませんよ。ということでですね、今回ですね、このスーパーオリオンを持ってるということで、僕から渡したいものがありましてですね。はい、任命証ということで、モド様と、あら、あなたはビックリマンオフィシャル終身名誉大使に任命します。あら、これからもビックリマンを盛り上げ続けてくださいということで、2019年4月22日ビックリマンプロジェクト頂戴いたします。 します。頑張って頂戴いたします。よろしくお願いします。やった、終身名誉ですからね。やっぱずっと操られるってことじゃないですか。いやいや、もう一生ですから。やったー。なかなか終身つかないですからね。ライフワークが決まっちゃいましたね。そうですね。だから今後もですね、ビックリマンをですね、うん、集め続けてですね、うん、盛り上げていってもらいたいですね。わかりました。僕にできることがあったらお手伝いいたします。はい、じゃあこれからもよろしくお願いします。さあ、ということで今回はですね、スーパーオリオンを持っていてくれたモザさんに登場していただきましたけど、本当にあるんですね。しかもあんな綺麗な状態でね。まあここまでですね、まあ YouTube、まあいろんなことやってきましたけども、まあ非常に楽しかったですし、まあ面白かったですよね。まあ本当になんかしがらみもなく、まあ楽しいなっていうところもあるし、まあいろんなことできるなっていうところが、まあ正直な感想ですけども、皆さんどうでしたか？楽しめましたか？ということでですね、今回ですね、また新しい告知がありましてですね、今年のですね、5月6日月曜日、まあゴールデンウィーク最後の日になりますけども、あの、ゾゾマリンスタジアムで行われるロッテ戦の試合でですね、ビックリマンプロ野球チップスカードがですね、来場者に配られるんですよね。限定ですよ、その日だけですよ。ひょっとしたら100年後にスーパーオリオンの値段より超えてる可能性もありますし、皆さんにはですね、ぜひ手に取ってもらいたいですし、千葉ロッテマリーンズを応援してもらいたいっていうところもありますし、まあ2度おいしいじゃないですか。試合逃げてね、試合の空間を楽しめる、そしてビックリマンプロ野球チップスカードも手に取れるということで、まあ、お父さんお母さん子供たちですね、家族でですね、ぜひ足を運んでもらって、家族団らんで過ごしてもらいたいなと思います。もう一度言いますよ、5月6日月曜日、皆さんお忘れなく。まあ、ということで今回は以上です。 YouTuber 佐々木智也でした。またお会いしましょう。さよなら。